これが事件の真実だ。事件の発端は2日前、モノクマが追加の動機を発表した時だ。ここで追加された殺し合いのタイムリミットが結果的に犯行の引き金となってしまったんだ。それを聞いて団結してモノクマと戦おうとする人たちもいれば、それぞれの考えで独自に動く人たちもいた。僕も首謀者を見つける作戦を思いついて、ある人に協力してもらうことになったんだけど、まさかその人が犯人になってしまうなんて、その時の僕は考えもしなかったんだ。僕と犯人は首謀者の正体をつかむために図書室に隠しカメラを仕掛けることにした。図書室には隠された扉があって、そこを何者かが出入りしている形跡があったから、タイムリミットになればモノクマを出動させるために首謀者がここを訪れるはずだと考えたんだ。そして翌日、僕らは罠に使うカメラをイルマさんに改造してもらうため、必要な材料を揃えに倉庫へと向かったんだ。僕らが必要だったのは使い捨てカメラと防犯センサーだ。それさえ手に入れればいいはずだったんだけど、でもここで犯人は見つけてしまったんだ。殺人に利用できる凶器をね。そう、砲丸の弾だよ。犯人はカメラをリュックに入れながら、同時に凶器の砲丸もしまっていたんだ。そして事件当日、殺し合いのタイムリミットの日、イルマさんが改造してくれたカメラを受け取った後、僕と犯人は図書室を訪れた。そしてすぐに僕らはカメラを仕掛ける場所の検討を始めた。だけど犯人の殺人ギミックの準備はすでにこの時から始まっていたんだ。通気口の蓋を外して通気ダクトの中に立てかけておき、本棚の上にある大量の本を整理するふりをして移動させていった。そして最後の本棚では百科事典を開いたまま本棚の上に置いた。一見何気ない行動に見えていたけど、犯人はこの時凶器の通り道を作っていたんだ。さらに犯人は防犯ブザーと連動した改造カメラにも細工を行っていた。他のカメラは僕が仕掛けたけど、そのカメラだけは犯人が仕掛けていたせいで僕は気がつくことができなかったんだ。犯人がカメラをガムテープでがっちりと固定し、フラッシュ機能をオンにしていたことに。こうして図書室に罠を仕掛け終えた後、僕と犯人は1階にある階段横の教室に移動して、そこから地下に降りる人を見張りつつ、防犯ブザーが鳴るのを待ったんだ。見張りの途中で僕らは桃田くんをはじめとした7人が地
下に降りていくのを見かけた。その中には天海くん、今回の被害者の姿もあった。桃田くんたちがゲームルームに入っていくのを確認した後、僕が教室に戻った時だった。タイムリミットが残り1時間であることが告げられ、直後僕が持っていた防犯ブザーの受信機が鳴ったんだ。僕は首謀者が隠し扉に来たんだと思って、すぐに教室を飛び出して図書室へと向かった。その時の僕は焦っていた。一緒に行動していた犯人を置いていってしまうほどに。でも今思い返せば、そこが殺人を食い止める最後のチャンスだったんだ。犯人は僕が教室を飛び出した後、隠し持っていた砲丸をリュックから取り出して、それを教室の通気口へと投げ入れた。この瞬間、犯人の殺人ギミックが動き出してしまったんだ。防犯ブザーが鳴った時、図書室では天海くんが動く本棚を動かしていた。この時、犯人が図書室に残した仕掛けも同時に動き出していたんだ。まず防犯ブザーと連動した改造カメラがフラッシュを焚きながら天海くんの姿を映した。当然天海くんは隠されたカメラの存在に気がつき、そのカメラを調べようと本棚に近づいてしまった。そう、犯人はカメラのフラッシュによって天海くんを凶器の通り道の先に誘導したんだ。一方で犯人の手を離れた砲丸は教室の通気口から通気ダクトの中を転がり、図書室の通気口から出てきて、今度は本棚の上を転がって移動していった。通気口の蓋も本棚の上に整理された本も、全てこの凶器の通り道を作り上げるためだった。普段なら砲丸が転がる音に気づいたかもしれないけど、この時は特殊な状況が犯人の味方をしたんだ。殺し合い促進ビデオだよ。あのビデオの音で砲丸が転がる音はかき消されたんだ。そして砲丸は凶器の通り道の先にいた天海くんの頭上へと落ち、彼の命を奪った。防犯ブザーを聞いて駆けつけた僕らが図書室に入った時、すでに殺人は終わっていたんだ。天海くんの死体を確認した時、犯人はこう考えていたはずだよ。首謀者は死んだ。これで殺し合いは終わる。これでみんな帰れるって。でも犯人の願いが叶うことはなかった。天海くんは首謀者なんかじゃなかったんだ。僕らみんなを救うために行われた殺人、それがこの事件と犯人の真実。そして君の嘘の正体なんだ、超高校級のピアニスト
赤松楓さん。これが事件の真実だ。被害者の死体が発見されたのは今朝、夢野さんのマジカルショーの最中だった。夢野さんが飛び込んだ水槽にピラニアが注ぎ込まれた時、僕たちは夢野さんが脱出に失敗したと思って慌てた。結果的に夢野さんの水中脱出は成功したけど、アンジーさんが水槽のカーテンを開けた瞬間、僕たちの目に入ってきたのは、水槽の中に漂う星くんと、それに群がっていくピラニアの姿だった。驚く僕たちの目の前でピラニアは一瞬にして星くんの体を食い漁った。そして残ったのは彼の骨と彼がつけていた手錠だけだった。この驚愕の光景こそが犯人の奇想天外なトリックの仕上げだったんだ。殺害時刻と殺害場所を誤認させ、夢野さんに罪をかぶせるという計画的犯行のね。事件の本当の始まりは昨日の夜午後8時55分頃に遡る。マジカルショーの準備中だった体育館で犯人が一人きりになるチャンスが訪れた。そこで犯人は体育館にあった脚立を使ってピラニアの水槽に近づくと、ガラス板で作られた蓋を外してその水槽の中に入れた。それを仕切りにして水槽の中をピラニアがいる空間といない空間に分けたんだ。次に犯人は体育館の舞台袖にあったロープを持ち出すと、再び脚立を使って今度は体育館の窓に向かった。そこで犯人はカーテンと上下2つの窓を開くと、その窓枠にロープの先端を結び、そのロープを体育館の外にあるプールに向かって投げ下ろしたんだ。この体育館での準備が犯人が描いた奇想天外なトリックの重要な布石なんだ。そして夜時間、深夜午前0時過ぎに犯人は星くんをテニス選手の研究教室へと呼び出した。殺人計画を実行に移すためにね。まず犯人は星くんの不意をついて彼を気絶させた。おそらく背後から殴ったりしたんだと思う。そして気絶した星くんの両手にシャワールームにあった手錠をかけると、水をためたシンクに彼の頭を突っ込んだ。
水に沈められた苦しさで星くんは目が覚めてもがいて抵抗したはずだ。犯人はその抵抗を見越して星くんに手錠をかけていたんだ。その形跡は手錠とシンクの両方に傷跡として残ったけど、抵抗むなしく星くんは殺されてしまった。けど犯人のトリックはここからが本番だった。犯人はテニスネットからワイヤーを引き抜くと、それを研究教室の窓からプールに向かって垂らした。そしてプールに向かうと、体育館の窓に結んだロープをワイヤーと結んでから、もう一つの道具を手に再び研究教室へと戻ったんだ。もう一つの道具、それはプールの用具室にあったゴム製の浮き輪だ。そして研究教室に戻った犯人はワイヤーを手繰ってその先に結ばれたロープを引っ張り上げた。そのロープをピンとなるまで引っ張った上で研究教室の窓枠に結びつけて、体育館の窓枠と研究教室の窓枠を一本の長いロープでつないだんだ。さらに持ってきた浮き輪の取っ手に別の短いロープでハンガーを作ると、窓枠同士をつないだロープに浮き輪を吊り下げた。こうして犯人はトリックの要となる死体を運搬するためのロープウェイを完成させたんだ。だけど犯人は知らなかった。このあと2つの誤算が起きてしまうことを。犯人は星くんの死体とともに浮き輪に乗り込むと、体育館の窓に向かって滑り降りていった。研究教室の窓と体育館には高低差があるから結構なスピードが出ていたはずだ。そこで犯人は体育館の窓に激突しないようにブレーキを使ったんだ。それは犯人自身の手だ。ロープを掴んでその摩擦で減速させたんだよ。それが可能だったのは犯人は手袋をしていたからだけど、そのせいでボロボロになった手袋の一部がプールに落ちてしまったんだ。それでも体育館の窓にたどり着いた犯人はピラニアの水槽に星くんの死体を入れた。水槽に仕掛けておいた仕切り板はその死体をピラニアに食べられないようにする役割と、密度の上がったピラニアの群れで死体を隠す役割もあったんだ。そしてあとはロープをほどいて浮き輪を回収するだけというところで、犯人にとって二つ目の誤算が起きてしまったんだ。片方の取っ手のロープが勝手にほどけて浮き輪がプールに落ちてしまったんだよ。その結果犯人は手袋の破片と
浮き輪という2つの重要な証拠を現場に残してしまったんだ。しかもそれらは回収したくてもできなかった。夜時間はプールの遊泳禁止という校則でね。これが全ての真実だよ。そうだろ、超高校級のメイド東條きるみさん。これが事件の真実だ。まず一人目の殺人から振り返ってみよう。昨日の深夜のことだ。校舎4階の空き部屋に犯人の姿があった。犯人はそこで自分が計画した高齢術殺人のための仕掛けを準備していた。空き部屋の床板のうち1枚を踏み抜けるように、それを支える横木を切断していたんだ。校舎4階には同じような空き部屋が3部屋あるけど、犯人はその全ての部屋で同様の仕掛けを準備していた。それは高齢術をやる部屋を他人に選ばせることによって自分に容疑が向かないようにするためだった。横木を切るにはノコギリが必要だ。きっと犯人は倉庫から持ってきたノコギリで3つの空き部屋全ての横木を切る予定だったんだ。ところが真ん中の空き部屋で作業をしていた時、犯人にとって予定外のことが起こってしまったんだ。急に真ん中の空き部屋を訪れたアンジーさんに仕掛けを準備しているところを見られてしまったんだ。彼女はよみがえりの儀式のために火が必要だった。そこでろうそくを取りに空き部屋を訪れたんだ。ただこの時点で犯人は床下の横木を切っていただけだから、それが犯行の準備だとアンジーさんには分からなかったはずだ。だけど見られた以上はこの仕掛けは使えなくなってしまう。普通ならここで犯行計画を諦めるはずだ。でも今回の犯人は違ったんだ。犯人は床から外した床板を手に持つと不意をついてアンジーさんの頭部を殴った。犯人は犯行計画を諦めないばかりか、このアクシデントを利用したトリックをひらめいていたんだ。犯人はアンジーさんの傷口にガムテープを巻いて簡易的に止血をすると、そのまま気絶したアンジーさんを背負って超高校級の美術部の研究教室へと運び、アンジーさんが気絶している間に急いで犯行に必要な準備に取り掛かったんだ。急いで準備をしなければならなかったから犯人にも焦りがあったんだろうね。剥がれたガムテープが彼女の下敷きになったことに犯人は気がつかなかったんだ。もっともこれがなければ僕らは犯人のトリックを見破れなかったかもしれない。そして犯行計画に必要な道具を持って超高校級の美術部の研究教室に戻ってきた犯人は、
正面扉のシリンダー錠を室内からロックすると、超高校級の民族学者の研究教室から持ってきた金箔の日本刀を構えた。それでアンジーさんの首の後ろを刺し、今度こそ彼女を殺したんだ。そして犯人はその殺人を不可能殺人にするため、現場を密室にしようとした。そのために倉庫から持ってきたロープで4体の蝋人形を逆さづりにしたんだ。この蝋人形には2つの目的がある。1つは偽装工作として現場にオカルト的な印象を持たせるため、もう1つは密室を作る鍵、そう、文字通り鍵にするためだったんだ。そして犯人は凶器の日本刀を裏口扉の近くにあった赤松さんの蝋人形に突き刺すと、その蝋人形をぐるぐると回して吊っているロープをねじっていったんだ。そして十分にロープをねじったところで手を離し、素早く裏口扉から研究教室の外に出たんだ。すると蝋人形はロープの復元力で回転し、刺さっていた金箔の日本刀も一緒に回転する。犯人はその回転を利用して日本刀の柄をスライド状のつまみに当てて施錠したんだ。普通に考えれば難しい仕掛けだと思うけど、あのスライド状のつまみは弱い力でも動いたし、アンジーさんを殺害した後なら何度も試みる時間はあったはずだからね。犯人はこの方法で裏口扉を施錠したものの、ガムテープの証拠を密室に残してきてしまったんだ。いや、密室を作った後に気がついたのかもしれないけど、もうすでに回収はできなくなっていた。その密室を再び開けることは犯人にも不可能だったからだ。そして今朝、僕たちは犯人が作り出した密室を開けてアンジーさんの死体を発見した。でもそれだけじゃ終わらなかった。犯人はそこからもう一人の殺害を試みたんだ。そして僕たちはまんまと犯人の口車に乗り、降霊術の儀式に協力することになってしまったんだ。降霊術の儀式は3つ並んだ空き部屋のうち真ん中の部屋で行われることになった。僕も大間くんに誘われてキーボくんの代わりに儀式に参加することになったんだ。口寄せ役には茶柱さんが立候補した。でもまさかその彼女が殺されるとは思ってもなかった。まず犯人は儀式に必要だと言ってあるものを使って茶柱さんの体勢を固定したんだ。夢野さんに中庭で拾わせてきた小さな石だよ。茶柱さんは犯人に言われるがままその石に額をつけ、亀のような体勢で丸くなった。
実は標的がその体勢を取ることは犯人の考えた殺人計画にとってはとても重要だったんだ。次に僕と大間くんとで魔法陣の中に運んだ鉄籠を茶柱さんの上にかぶせた。このあと鉄籠は白い布に覆われるんだけど、それをやる役目には犯人自らが名乗りを上げた。あの時は気がつかなかったけど、それはあるものを鉄籠に仕掛けるためだったんだ。そう、茶柱さんを殺害した凶器の鎌だよ。犯人は鉄籠に白い布をかぶせる際、こっそりと持ち込んでいた凶器を仕掛けたんだ。そして最後に参加者4人で犬神様の木像を鉄籠の上に乗せて固定した。そう、犯人は木像の重さを利用して凶器を鉄籠の底に固定していたんだ。儀式の準備を終えた僕らは犯人の先導のもと降霊術を始めることとなった。まず真っ暗闇の中で部屋の四隅に立った参加者がカゴの子の歌を歌った。その歌が終わると呼び出した死者の霊が口寄せ役に憑依するということだった。でもその儀式の裏では暗闇を利用した恐ろしい殺人が行われていたんだ。歌が始まってすぐに犯人は茶柱さんの元へと移動を開始していた。もちろん暗闇の中を普通に移動することはできない。だから犯人はガイドを事前に用意していたんだ。それは床板に書かれていた塩の魔法陣だ。犯人は塩の魔法陣を手で触ってたどることで真っ暗闇の中を移動したんだ。そして口寄せ役である茶柱さんがいる魔法陣の中心へとたどり着いた犯人は、昨日の夜に準備していた横木を切った床板の位置を確認した後、その床板を強く踏み抜いた。床板に座っていた茶柱さんの体はシーソーのように持ち上がり、鉄籠の底に押し付けられる。それと同時に丸まった茶柱さんの首の後ろに鉄籠の底に仕掛けた鎌が突き刺さった。こうやって犯人は僕らの目の前で茶柱さんの命を奪っていたんだ。犯行を終えた犯人は再び塩の魔法陣をたどって元いた部屋の隅へと戻り、儀式を終わらせ僕らに明かりをつけさせた。そして犯人の指示のもと儀式の道具を順番に片付けていく最中に、僕らは茶柱さんの死体を発見したんだ。そして犯人は僕らが死体に注目している隙に白い布と一緒に回収した凶器を
空き部屋の隅にあった隙間から床下へ落としたんだ。さらにこのトリックの仕上げは図らずも僕らの手によって完成していたんだ。犯人は僕らが犯行の痕跡を消すところまで想定してこのトリックを考えていたんだ。僕らが消してしまった犯行の痕跡、それは犯人が暗闇の中で移動に使った潮の魔法陣だ。ただ犯人にとって予想外だったのはキーボ君が撮った写真だ。おかげで助かったよ。これがなければ魔法陣の捏造を証明できなかったからね。でも僕らは答えにたどり着いた。この捏造を行えた人物は魔法陣を書いた本人だけだ。超高校級の民族学者新宮寺惟喜よ、君がこの連続殺人の犯人だ。